じゃあ行きます。3、2。2戦目。2戦目でございますね。エキシビションマッチ2戦目です。はい、私さっき、タバコ吸うのを忘れておりました。別にじゃあ吸わなくても大丈夫吸わんでもいいんだよ、別に対局に熱中しすぎてですね全然いいよ、それで。あ、いいんですか、それでいいんですかはい、いやだけど普段のこのその件の雰囲気的には吸ってるじゃん、まあ、そう ね、確かに、いや吸ってこう、ね、で、今ちょっと真っ昼間なんで我々あのお酒はお酒はねやってないんで、今回やってないんで、ちょっとでもね、普段の雰囲気近づけるために、確かにタバコ吸ってきましょうと思いますね、はい形になっています。では、その件さん、また、解説お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今ね、説明があったようにトン・シャー・ペイの3人が準優勝チームの3人です。シェリー・ドルフィンズさん、はい、お、固まってる。はい、まあ、最初にしました。はい、ということでトン・シャー・ペイが準優勝チームのメンバーそして、なんちゃに座っている1戦目にも出てましたね。ちーたろさんは、なんとね、個人スコアの1位だそうですよ。おお、もう優勝の立役者ですね。ってことですね、はい、で、しかもさっきも1位取ってましたね確かにね、エキシビション待ち制覇しちゃうんじゃないの。制覇しちゃうちょっとね、そこら辺も注目しながら行きましょう、はい、見ていきましょう、ね、あれいいよこれ、リャンゾーか、うん、ね、チートイツも一応見えますか。そうね、うん、いいピンとか言ってもね、一応あるけど、うん、あるね、うん、あるけど、まあ、まあ、リャンソーぐらいなら三蔵じゃ難しかったね。三蔵だといいピンとか結構あったかもね、結構ね、有名な候補になってきますが、リャンピンとかもあったかもしれないね、三蔵だったらね、チートイモコミお、スカーチャーでサーガン、おお、ペーチャーでトンガトイツ、うん、4トイツか、チートイか、うん、おー、いいね、まっすぐ進めていきました、うん、あ、これマンズの本一だ、ね、これチータロさんチューンスルーの、うんうん、またたびさん急走スルーしてたか、なかなか皆さん腰が重いですね普通かこれ皆さんが腰が重いのか、ソロさんが腰が軽すぎるのか、それは分かりませんが、相対的にはそうですね。そうですね。はい、そうですね、相対的にはその通り。そうですね。ね、はい。またたびさんね。テンパったよ。おお、テンパった。リーチだ。リーチか。ああ、いいね、うん。これ現代風というかね。現代風ですね。うん、はい。いいんじゃないですかね。うん。またたびさんがね、カニアンズを残してるんですけどね。はい、このカニアンズが場に3枚切れなんですよ。だからこれね、めちゃくちゃきついじゃん。いやだけどこれだからイーソト酸素がいいってことなんですよ。なるほどね。相当チートにそれで合わせてますよね。チートイだったらこれイーソト酸素もめちゃくちゃいい、ね、めちゃくちゃいいもんね、うん、ちょっと待って、チートさんじゃない、タツさん、うん、一発も嘘だってよ。あら嘘とか、想像のゴロチになりそうな牌はちょっとやめてほしくない。そうだね、ね、で、うん、ローストチーソ引くなよ、うん、引くなよ引くなよ。タツさんはどこまで行くかね降りるだけならいつでも逃げますからね、うん、おー、三蔵これね、イーピンとパーピンのシャンポンは結構ダマテンにするみたいなね、ダマテンにして変化を待つみたいなのも結構まあそれがセオリーというか、うん、っていうふうに言われてた時もありましたけど、ありましたね。あのピンズがね、ゴロチパパで、ね、うん、変化しやすいんで ね、だけどその変化を見たい人っていうのはあのパワーのところで、うん、先にピンズ手かけるんですよね。そうだよね、うん、そうそうそう、お、嘘切っちゃいましたけど、うん、もう、ね、まあ、嘘切っちゃったからね、はい、やめね、はい、ウーピン引きましたけど、うん、はい、これは一人旅か、うん、お、これは生きて、いや、ごめんなさい、一人旅じゃないです、これは行きますね。そうだね、はい、チータロさん、このメンピンドラゴの2、3体を行かせていただこう。うわー、通ってる。お、なんかツモいいな。いいね、うん、あ、これじゃ
ない感でもこれ、おーすごい、ノータイム、すごくね、ちょっ、うん、今の3番ノータイムにしてノータイム積も切れすごいね素晴らしすぎない？え、3番って通ってないでしょ？通ってないの、これ、あ、チータロさん、これすごいわ素晴らしいわいや、これは、うん、マージャン強すぎでしょ。強すぎだね今の3番ノータイムは、ね、えぐいて、まあ、これ、タツさんさ、9P 持ってたら数 GP 待ちだったんですよ。なるほどね、 9P まで待ってる、うん、あー、しかし、あー捕まえた、いや手順はね、素晴らしかったんだけどね、うん、そうね、いや、すごい、うん、まあ、これはもう試合に負けて勝負に勝った、うん、はい、まだ当一局だけど試合に負けてないけどね当一局に負けて当一局に負けて勝負には勝ちました、勝ちました、はい、そうですか、今のは、今の手順は、はいはい、そういう賞を私はお送りしました、おお、はい、勝負には勝ったでしょう、勝負には勝ったでしょう、はい、お送りします。いや、今のすごい、いや、すごいよね、でちょっと感動したわなんなんさあれは、結構マージャンプロでもノータイムで切れないぜね、あれ、うん、え、うんうんうんって、うん、多分あの5うなずきぐらい入ってから、入ってから、まあ、さすがになっつってスズさんは切るところですね、うんうん、素晴らしかったです、うん、そしてタツさんのレンちゃん、ラッサンもいい、ね、あ、まあまあみんなみんないいよ、みんないいですね、うん、悪くない、うん、お、いいじゃん、ね、タッサンもいいねチートルさん、ほのかにタイヤが見えます ねでもローピン打ったのはあんまりタイヤを、うん、ね、そこまで固執してないですね、そうね、うん、あ、いいや、うん、まあ、パンを切るしかないか、うん、パンを切るしかないっしょ、お、4統一初は1切れますか、うん、おい、お、5統一老僧、うん、うん、これ急便来るか、カンパンは外すもんね。カンパンは外すはありますね。ローアン引いてもレアンパンは2度受けだから、うんうんうん、C1 から打ったのかな。Q1 引いたらまたチートやるのかもしれないね。うん、ドイツで。あ、レアンパン引いてるから、うん。安全度とやっぱ基本の重なりやすさで残してるっぽいな。ね、おっと、テンパイだって。テンパイだって。チービンだけでいっちゃうこれ。おぉ、土田交渉タイプではない土田交渉タイプって言いながらタイプそのタイプは土田さん以外にあんまり聞いたことないですけど、土田さんだって37短期好きだし、はい、4統一の7短期なんて大好きだし、そう、ね、しかもローピン3巡目にいて馬券多いし、土田さん絶対チーピン短期でリーチしてるからね、してるね、うん、うん、いや、だから俺もリーチしそうだもん、これ、うん、ね、一人持ってなさそうな情報があるっていうのは大きいですよね、うん、しかも 3番バー1枚切れか、うん、ね、ね、ちょっとウッパスを引いたら両平行だからな、うん、だから両平行本線の安全度で持った感じですね、そうね、多分ね、おお、3番赤引いて、お、3番、おお、ロンデス、そんな、そんな仮手に打ってしまったしかもこれ、ウッパー層が薄くなった瞬間ね、てかさ、あれだよ、はい、ちょっと、チータローさんが苦難の時代が来てます、そうね、はい、あの3ワンてかさ、うん、あの3ワン切ってからのスッチーピン追いつきが負け、うんうん、この3ワンで仮点に打ったら、もう勝てる気しなくね勝てる気しないね、うん、うわ、やべ、順ちゃん最初のいい3点なんですけど、あれ、くっつきじゃないこれ、うん、くっつきはダメだよ、ダメだよこれ、くっつきはずるいって、ね、くっつきはやば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 、テンパっちゃうじゃん、だってテンパっちゃうよ、くっつきはダブトン統一打ったけど、うん、ヤスさんもいい手なんですけど、またタビさん、これはやばいよ、いや、しかもこれ、リハンソーなかったから、あー、むずい、あー、やべ、まあ、3で切ってるからね、そうね、1通でもあったけど、贅沢、
これ今皆さんね、他の3人も何事ってなってますかね、うん、何事です。まあ国士かなとか、ね、そうね、まあ虫か虫か、虫だよ、虫だね、こんなの無視しよ、気にしないよね。うん、うん、おー、でも形がいいな、うん、こちらさん形いい、泥がチーピン、うん、お、やっさん、インサン点、おー、キュアの方いきますね、あれ1か、あー、まあ、れ1か、やめてんでも漫画あるけど、そうだね、うん、まあ、黙っとくと、おー、いいね、だってね、何でこれ、いや、やっぱね、3話があやっぱりなんですよ。あ、さ、なるほどね、はい、さっきも3話短期、そう、さっき3話短期で上がったから、はい、このペン3話はさすがに上がれるだろうと。ほんとこれ山いるんじゃないの、いる、いっちゃう、うん、刺し子で持ってたね、うんうんうん、誰か山2か、うん、あ、ここだ、あー、じゃあ、ん、お、じゃあ山1か、うん、山1だって、ヤスさんが刺し子持ってる、山1だったらリーチしといてよかったってなるもね、あ、そうかもね、逆にね、確かに、うん、しかも組み込まれてる3番だったからね、そうそうそう、4点でも上がれてないんだったら他の人の上がりを潰せたかもしれない、ね、うん、リーチすることによって、でこれ、ちーたろさん、行くな、そうね、うん、あ、いや、これはタツさんはどうするんだろうな、タツさんもこれ、ドラドラだもん、行きたいよね、チュンぐらい行くんじゃないの、うん、うん、あ、でもなんか気持ち悪いのか、でもまあまあチュンぐらい切るんじゃない、ね、うん、なんか純粋なチートいって感じしないもんね、赤嘘切って、ね、だってこれ、メンタンピン三チョコイペコドラドラもあるんだよ、うん、うん、ね、ね、うん、行きましょう行きましょう行きましょう、はい、知らん知らん、取ってる、あー、一本少ない、うん、山を取ったね、タッサン両側取ったけど白から、うん、スーピンだと、いや、これは泣けないよね、いや、きつくない、マジマジで言ってる、うわ、言ってる、ガッツあるな、ね、これローピン引いても嬉しくないですよね、ペンローピン上がれないからな、あれ、うわっぱいだって、リーチだ、おお、リーチドラ1、あれ3万だったよ、3万食い取ってるんですけど、ほんとだ、あのスーピンチーで積もってたじゃん、またたびさんが羽積もを食い取って、そして降りる極悪だチーして上がり牌食い取って、順からにさせといて降りる、降りよ降りよ、2人目来るんだったら降りよ、降りよ、これはやっさん圧倒的に有利かこれは圧倒的ですよ、さすがに順からですからね、あ、ただこれ数万とかがノーチャンスになると危ないね、うん、確かに、うん、あ、でもなんないな、ここは持ってるから、うわ、来たか、ロンです、ロンです、裏は乗るよね、5-2だ、5-2、1ドラドラ、うん、バッチバチですな、うん、ね、うん、よかったね、渡辺さん、この時は食い取られたこと知らないんだよね、一、ね、回見てんのかな、これ動画見てんじゃないの、見てんのかな、うん、食い取っとるやんけっつって、そんなスープリッチにせといてや言ってますね、多分見てなくても、うん、多分この後飲み行って、うん、その話になってるよ、なってるか、うん、あの時何もしちゃったの、あのリーチみたいな、うん、あれ、あのリーチ聞きたいじゃん、確かにね、うん、三蔵赤嘘を聞き出しからの謎のリーチね、謎のリーチ、うん、あれ何っつって、ペンサワーのジュンジャインベーコーだったんだ、あースーピンチーの事情持ってきたやつね、バカ野郎酒が進むのよ酒が進んじゃうのよお、ドラドラだったよ、チータコさん、ね、あ、イジャンテンさん、イジャンテンさん、ドラリアンソーだった、ドラリアンソーだったね、うん、どう、キューマンキルもあるか、キューマンキルもある、あ、中盤からいくか、キューマンもあるね、差し子の3色もあるからね、うん、これ、うん、いい気がする、数層を引きたいね、うん、うん、うわ、お、一通だって、ドラドラ、もうドラ固定する、固定しないね、まだね、はい、
お、あやだやだやった。一旦ね、9番から切っとくのがね。切っといてほしかったですね、これはね。E1 引いたらね、1つ見えますからね。うん、そうね。そうか、2人安牌だから、残しましたね。安牌は盤石、ノーサル盤石。お父さん、チートインテンポやだこれ。お、職人、そして。あ、いいっすね。うん、いいね。そういう迷わずにいったいいね、現代マージャン、ちゃんとできてます ね。空手に。いや、でも出る可能性あるよ。あるか、出る可能性ある。あんこ同士になる可能性あるよ。安牌なさすぎて、1枚通れば3枚通る。だってこれ、ローソーとか切られたら、急須になっちゃうもん。ね、パーンってローソー切りで1面で当たんないし、3本で当たんないし、つってね。なんだこの急須短期みたいなね。ロンって言われるんだって。短期かい。きたー。休みだけど、十分免費のラドラ。どうもだって。このバリ一段じゃないんですか。バリ一段じゃないね。おもむろに。おもむろに。リーチ、どうも。千田さんね、今ね、流れの悪さを感じてるから、一枚一緒にやるって話だから。あ、ほうほうほう。そうそうそう。あ、ローピンが切れたところでリーチですか。ここもおもろリーチか、さすがに。さすがにおもろリーチせず。せず。我慢強い。俺もこれを3900で上がった時のショックに耐えられないんだけど。耐えられないね。やめてくれ。やめてくれ。あ、これもう急走危ないな。これ急走だわ。うん。あ、でも両ピンか。両ピン通ってるね。両ピンだね。両ピンだね。あ、うま今取ったんだ。うん、そう、あ、リーチじゃないのこれは。ね、あ、もうリーチでしょ。リーチでしょ。来たー。来た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 。一発のタイミングを待っておりました。何そのつも、これさ、もう一発ついて始まりになったらさ、もうすごすぎんだけど。しかもあれ、なんかリーチの現物待ちとかじゃないの大体、あいつもぎりリーチって、ね、全然。一発もあるか。あ、ないか。あれ、置いてたんじゃないの今。サンザーアンコってなかった、ね、あー、ロンだって。メンピンドラドラ裏なし8000。8000つもぎリーチでこんなこんなメンピンドラドラに打つなんて。関数マンに打ったかと思うよね。ね、そうだね。うん、さあ、早くもトン4曲。はい。おトントイツ、チュントイツ、イーピントイツ、ダブトンチュン、ダブトン、いいじゃん。どれがイーマン。うん、おー、ペンちゃんから言ったね。おもろい、おもろいね。うん、いや、ありです。ありだ、ね、ありです、ありです、うん、ありだと思う。あ、今ドラウンコだってこれ。うわ、やっべーじゃん。やっべやっべーぞ。やっさん、おやすみ。おやすみ。これはおやすみです、うん、もうさすがに。タツさんは、まあ、まだ戦える、まだやるかな、ね、うわぁ、チートイ残すなら切ることになるけど。いや、チートイ脇にさ、こうダメ。まあまあ、両端。いや、もうほんと困ったらあるよ、脇に脇に行って小ブロンで、ね、小ブロンあるよ。チートイドラ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 ですね。確かに、ドラ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 でバレちゃう。バレちゃう。あら、あら、ちょっと、ちょっと、もう、あ、いや、あれはもう噛んでいいんじゃないの、ね、うん、でも、まあ、今切れだからさ。じゃあ、じゃあ、まあ、うん、やっべえぞ、ほんとカンカンんだね。おお、おとなしく。大人、大人だね。大人、どうせ数アンコなるから、うん、もうドラさんなんていりませんよと、うん、だけどどうせ3個になるならツモ版1回マジ欲しいけど。確かに。おローソーポンね。ああ、いいじゃないですか。トイトイの火付きね。トイトイ、このローソーポン異様だな。単様に見えるな、なんか。あ、だけど第1打3番かちょっと違うね。あ、ドラ打ってて、まあまあまあ、むしむしドラ打ってるし、まあそうだね、ようわからんね、ようわからんし、うん、ようわからんよ、うん。シャーも2枚切れなんだ。うん、なんか思い直した単葉とかも全然ありそうですよ。あるね、うん。お、あれトーンスルーしてますけど、また旅さん。
ほんまや。トーマポンでいいんじゃないですか。トーマポンでいいんじゃないですか。あ、あ、これはまあシャア切っと切らない。シャア2枚切れよ。シャア2枚切れよ。シャア2枚切れだよ。赤ウソタンキスは跳ねまんよ。およよよ、およよよ。あ、その隙にタツさんがこれ来るぞ。ね、うん、形いいもん。あ、何切るか考えてんの。何は1枚切れ自分の風、うん、お、リャンソーから先に打つかも、うん、これはもう持っとこうか。これもと、うおー、ちょっと何が起こったんだってなってるよ、これ周り。これもう太陽じゃないじゃん。太陽じゃないよね。これ何、太陽だったらどこでどこで水作っとんねんってなるもんね。これなんだろう。あー、なんだこれ。あー、貫通。おー、もうシャア切ろ。シャア切、うん、あ、だけどちょっと待って、イーソー何枚切れなの。イソも2枚切れ、シャアも2枚切れ、キュウソウも2枚切れ、地獄じゃねえか。地獄じゃねえか。おお、ちょっとやばい、もうウーワンかウーソーを募った時のショックに耐えられないよ。そうだね。シャアは切ってるね。いや、これどういう風に見えるんだろうな、うん、これチュンモチモチとかに思っちゃうのかな、渡辺さんはね、チュンモチモチかな、うん、もうここら辺残しとく。リャンマも切れてんだ。リャンマ切れてんの。リャンマも握れですって。お、これは一応ゴロチルートもあるな。あるね、うん、あれもまあ広く取りましたね、うん。パワー残しましょうか。残しましょう。これ残しましょう。これ残そう。ね。これ残そう。急走手出し。一体何が起こった。あれ、赤嘘と赤嘘を打ってから、イーソーと急走手出しだからね。やべえな。何が起こっている。やべえ。どう思うんだろうな。でもなんか嫌だな。嫌だ、ね。嫌な感じはするな。嫌な感じはするね。だけどさ、高くは見えないよね。見えないね。見えない。見えないわ。うん、こんな高いのかよ、うん、お、GP に行ってる。損敗危険敗。お、おお、合わせ打ちに見える。そうね、うん、トンチルシャンポン1枚ずついる。1枚ずついるんじゃない、ね、あ、お、トンここに引き伏せされた。チンだけだ、うん、おお、そうだ、プロテスト出てきそう。はい、出ますよ。何点？700オール。700オール。ちゃんと700オール。あ、皆さんちゃんと700オールを払って。点数計算がちゃんとできるっていうのはね、うん、やっぱ一つの基準というかね。うん、お、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？動画の子だって。うん、お、これがリーチになるな。ね、赤ぶくみの一面あるし。うんうん、初統一。白統一。おお、来た。何色の統一？ピンズいらねえか。ピンズいらないね。うん、まあまあまあ、だけど、まあまあ、想像統一ちょっとあったけど、ドラリアマンだからね。そうね。満塚本線だね。うん。ペーチャーでペー統一。以上。いいね。うん、ドラ表統一がいらないね。そうね。急走でしたか。おお。誰も引けたんでかいんじゃない？お前アンプどこから行く？あ、まあまあまあ。あ、まあまあ、うん、上がりやり。役役ドラでも今ね。うん、さんはさばきてたね、これ。うん、うわ、これはどうすんだろうね。ブクブク。はい、初泣いてきました。泣いていきまーす。やってきまーす。おお、チート見切った。ほうほう。ちょっと急ピン引いただけなのに。のにお、マンズホイツ見えてきたね。ほうほうほう。あ、お、おお、お、タイヤ思考かな。かね。うん。チュンが今一気で合わせ打つ？合わせ打ったら第三元の夢破れる。うん、
つも聞いてるね、うん、またたびさんが全然つも聞いてない。お、洗濯、まあ、パソか。おお、じゃあそのほうね、酸素の方がちょっとだけ良さそうだったかもね。パソ切った方が、うん、観察もちょっと良さそうだったけど、うんうんうん、貫通った。どうするのこれ、イーソ切るか。イーソはもういらないんじゃない。ピアソ握れ、うん、あ、まあ、トンね、うんうん、それもあるか、うん、さあ、マンズの本質渡り見るか。見るんだったら数層かパーソー。そうだね、うん、赤見るならパーソー、うん、なるべく端残すんだったら数層、うん、しかも想像なんか高えな。確かに行きやすいか、うん、行ってもいいなこれね。おお、行かず、行かないのも全然ありですね。うん、あるよね、うん、ボンなんです。それは切らない。切らない、しっかりガード。おお、いいもんとこでもないんだな。ドラゴンは何、イーソーそんな好きなの。イーソーはやっぱりもう山にイーソーに見えるのよ。イーソー、山にイーソーか。そうか、はい。お、選択だ、ターズ選択。うん、ドローはスッチソー、うん、スピン、うん、イーソーを嫌っていく。あ、ほら、お、出た。あ、ポンス、あ、もうテンパってるもんね。テンパだからね。基本テンパだよね。しかし、ローワン、貫通か。薄いね。薄い。うん。9万が2枚切れ。うん。チーマンとかパンワン来たらどうするんだろうな。シャンパンにする手もありそうだけど、うん、9万2枚切れだからね。ね。いや、だけどさ、うん、ローワン貫通で持たれてるなんて知らないよね。そうだね。3ピンかローソー切るといい3点ですね。ローソー今取った、うんうんうん、あ、シャンポンにしない、しない。ドラ、余計なドラ。一旦ペイとかもあるんですか。お、3ピン、うん、あ、結構統一寄りの思考です。でも2ピン2枚切れですよ。本当だ、うん、三眼光ですね。3億にやったらドラ勝負してやろうってことですね、うんうん、ああ、もう3万が薄くなっていく。6、9万薄いからなあ。9万だ、うん、九州。9は1枚になっちゃったね、残りね。そうだね、うん、こんないないかい、6、9万、ね、あ、なくなったよ、9は。チートいいじゃんて、うん、ピズなんか打てるか。おお、うん、これでいけちゃうんじゃないの、結構いけちゃうね、うん、だってタツさん上がれないんだもんね。そうそう、でこれピンズってめっちゃ残ってるじゃん、4、6スピンローピンめっちゃ残ってる。めっちゃ残ってる。全山じゃないこれ。マジローピン振り点だけど全山。ローピン振り点で倍値よ、バニよ。バニか、うん。あ、じゃあダメだね。でスーピンは倍値か。倍値、うん。倍値で山に。うん。ドラ。ドラ知らん。うん、わお。ローピン、うんうん、これスーピン短期とかあったらリーチもあるな。あるね、うん、ドーラどんだけおんの。ひよっとけばよかった。ひよっとけばドラじゃないか。いやいや、だけどどっちみち上がれなかったでしょ。おー、テンポった、ね、うん、おお見事ね、うん、見事でした。お見事、テンパイ、うん、いやー、まあ、打てるか。まあ、打てるか。打たずだ。打たずだよ。打たずだけど、やめるにしても、損敗ペイでやめたね。あ、ほんとだ。うん。これは二人転敗かな。二人転敗で流局。はい。ん？二人転敗？あ、
一人テンパイになったね、多分ね。一人テンパイか。そうね、最後テンパイ崩したからね、ヤスさんね。うん、何入ですね。日本馬。はい。ドラが3走です。うん、3ドイツ赤い感じがする、赤い感じするね。そして何がドイツ泣こう、泣こう、泣いてこう。これはまたたびさん、うん、タートさんもこれもう泣いちゃった方がいいんじゃないかなっていうのとかね。うん、おお、ほうほうほう、キューピンとかもあったね、トンとか。うん、単葉を見るとね、嬉しいね、この論争はね。チリータロさんちょっときついか。うん、チリータロさんもちょっと今逆風吹いてるからね。ねえ、うん、完全に、うん、うわまた旅さんの角がやばい、やばいよ。環境層チリピンだって、うん、二巡で環境層ペンチリピンね、うん、次関数ピン順番的には、順番的にはね、関数ピン、あー、ツンポンされましたね。あ、これでね、うん、あれあれ、ドラの三蔵ペンチャンで引きましたか、関数ピン、うん、まあ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 、いいでしょう。おー、いいね、積極的。タツさんもあれですね、ベテラン勢の方ですね。うんうんうん、泣き方がね、あ、泣き方がね、泣き方がね、ほら、みんなに見せてくれるね。アリチだ。お、テンパった。早いね、テンパるのが。リアッチ、リアッチ、うっぱそう。で、またたべさん、これは行きたいね。筋の3万ぐらい行っとく、とりあえず行っとこう、行っとく、行っとくか。何一切れか、何もあるか、なんなん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 。これタッツさん困っちゃったね、困っちゃったね。この形でリーチを受けるのは一番嫌だよねしかもトップ目だって、うん、頭がない状態で、あー、もうしょうがないから赤軍短期か。あ、違う、ドラ三蔵だ。赤軍ってドラ短期だしょうがねえもんだって。結構最終形かな、もう、うん、ね、うん、お、お、あ、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。赤首にくっつけて勝負だ。赤首にくっつけたら、あれ、面品一通ドラドラ、羽根マンじゃん、超勝負手よ。いやー、それ欲しかったー。うーん、うっぱそうだよね、これ。タッさん、うっぱそう止まんないな。止まんないね、うん、いや、でうっぱそうだって上がりやすい重心で伸びたりする手はある？あるね、あるか、あるけど、なんか、うん、あ、もう切らんか、なんか、ピンズ切ってなんとかするか。うん、結構通ったよ。うん、確かに、うん、もういろいろ通り過ぎちゃったね。そうそう、切れんくないもん、これ、うん、あ、急走ですらちょっと嫌だもんな。嫌だね、うん、一旦チーワンで、うん、いいバランスだと思います、うん、いいね、これいいね、うんうんうん、お、三蔵が吸収された。ヤスさん、ちょっと先生リャンメでリーチ打っただけなのに、なんでこんな怖い思いをしてるの、うん、うわ、これ無理無理、これはきつくない。うん、もうあのね、リャンゾー急走打つ前提のリャンゾーとか、リャンゾー打つ前提のリャンゾー無理だよね。両方だぜ。うん、これ無理です。やめですね。あ、そうだね。はい。うん。お見事。素晴らしい。お見事。グッドバランスですね。グッドバランスですね、これは。はい。どう？掴んだ。うん。つも。すごい。すごい。裏は。リーチ、つも。トレッチ。うん。千二千。嬉しい。嬉しいです。嬉しいです。うわ、これいい戦いだなぁ、うん、ね、まだ誰でもトップがある、うん、3万点台がいなくなったな。うん、タッさんが今お役かぶりで2万9000までになりましたか、
さあ、チートロさん、ここの親番大事よ。めちゃくちゃ大事。ね、大事だけど、ちょっと悪かったね。うん。いいな。うん。ドラスーマン。すまん。すまん。流派統一。おー、上がるなら上がれるから、トップ目だからまあ、上がれる手は上がってきますか。ね、これもちゃっちゃ上がってきますか。そうだね。ね、うん。きちー。きつすぎる。うわうわこれいいよ。おぉ、本当の人もいいな。ね、みんな角いい。よれてる。あ、でもチートイだったら間に合うかもな。ね、うん。ドラスーマン。てか、チートイじゃないと間に合わない。ああ、9番だって。うん、3分捨てたよ。本当だ。ね。あ、今ね、数番引いたらやっべえな。やばすぎるね。もう、メンピンドラドラの E3 点でしょ？そうだね。うん。一応取っとく？取っとく手はあるよ。ああ、素晴らしい。この馬残し素晴らしいね。で、スーマンとか引いたらパッピンキューピン行きたいもんね。そうね。仕掛けても漫画になるし。さあ、冒点広いのはいいそうです。泣くかどうかですね。うん、どうや？いらん。あ、いいね。うわ、まだ残してる。これは初ポンするんですかね。ポンするでしょう。あ、でもドラが来たよ。うん、関運は残りになっちゃう。次は一飛びはパワーキルしかないね。パワーキルしかないね。うん、お、お、来たか。急走一切れ。一切れ9層か、一切れ9層だけど、第一は小さな人もいる。ああ、残した、ね、うん、これは何て言いますか、ね、これはね、うん、単品ドラドラになったもん。おっちゃ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 9品でよくないですか。9品でよくないですか。単用という概念を、はい、取りに行きましょう、ね、あ、地位考えてる、面白い、うん、なるほどね、チーしたらローマ、ウーソーね、へー、うん、チーしたらなんかローマとかになりそうだけどね、うん、リーチ、あ、リーチ極悪です。これローピンワンチャンスとかできてさ、チーピンで補充したらさ、対応にしてくれよ、対応してくれよってなるよね。あ、でもカムワン、あ、カムワンだったよ。あ、現場にした、現場にね、うん、これ持ってきたら出るな、ね、みんな、うん、数字、もう知らねえっつって、ローワンか。でもリャンマン切ってんの自分で。ほんとだ。じゃあ3万か。あれ3万。まあさ、サブローワンを通しやすいよね。あ、出た、うん、これ。出たね。うわー、タレーム。すごっ、これすごっ。急走2枚切れだからだ。2枚切れだっか。そうかそうか。て、うんうん、もう時間の問題。これ出るね、もう。次、我慢比べだ。持ってきてもウーワンじゃない？我慢比べです。くー、ああ、ゲームズだ、うん、あ、これはウーワンだわ。いや、ねえ、あ、これはウーワンになっちゃう。ウーワンだね、うん、で、ねえ、イーピンも通ってるか。イーピンも通ってるけど、待ちにしたいかな、自分もスーピン。いや、そうだよね、ウーワンだよね、ウーワンだね。これはね、素晴らしい。よく、タツさんね、トップ目からね、イーピンを押して、現場にしたね、で、3ワンプッシュして。そうね、うん、しかもパーソン切って、一旦テンパイ取ったのが、うん、面白かったね。あ、パソチーして、確かにね。パソチーして、ローワンとかになりそうだから、うん、うん。今の技ありじゃないですか。技ありだったね。うん。上下めちゃくちゃでかいからね。うん。さあ、73曲。ドラがリャンマン。悪くはないけど。悪くはないね。うん、ここも悪くはない。あ、ここが一番上がれそうかな。でも、チータロさん、ちょっとね、打点が欲しいのよね。ね、もう何三曲だから、チュン、あ、まあ、いつまでスルーしてるか。うん、そうね。チュン、赤、2000点でシューとかって言ってる場合じゃないもんね。そうね。トップまで
165。これ分かりやすいですね、やっぱね。点差表示いいね。うん、トップまで165だから、千田さんも2000点でも上がっとくと羽根までいいのか、うん、羽根トップか。いよいよになったらそういうことありそう。あるね、うん。まあ、ただこんな序盤からはまだ ね、うん、そんな考えないよ ね、 そうね、うん、やっぱりマンガンクラス狙っていこうってなりそうですね、うん、ドラ受けできた。お、そこだけ決める、うん、固定。お、赤い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 、おーっと、おー、これ嬉しい。これはいいんじゃないね。パソロソか、うん、白鎮が鳴きますか。白鎮鳴いて、マンズどっかね、そうね、カンちゃん埋めりゃいい。なんか、スイッチワンジャパンが引いて、あ、ゴロパに5を引くのが得意ですね、タツさんね。そうね、5の3色同行じゃない5の3色同行5の3色同行ってまだ見たことない気がするな、うん お、嬉しいね。すげえ、よれてるツモが。まあ、ちーたろさんが泣いたんで結構怖いよね、うん、確かにね、うん、で、ちーたろさんやっぱ打点欲しいから、うん、あの9ピン打点重ねての本質も見つつ進めてますね、うんうん、こちらの出入り、はい。お、おお、来たぞ。一気にまず払っていくか。おお、すんごい、ウーアンから払っていったよ。両前引いたらやり直すんだろうね。ね、そういうことですね。うん、ウーアンポンせずの立つさん。最初の動向ね。むずすぎるからね。一応、ね、ドラ受けはまだ残しておく。うわ、来た。おお、来たぞ。一緒でんだ。うん、てんこしゃんこですね。あ、ドラゴン来たよ。これはいいね。ね、これ頑張らせてもらいましょう。頑張らせてもらおう。一枚一枚引かせてくれ。リュウハ2枚切れか。ああ、目切れちゃったのね。ね、まあ、もう採用する？リュウハ打っとく？打ったはず。石かたし。僕はもう採用しちゃってそうだな。ね、あのね、そうなんですよ。チュンをポンして1326引いとけば、カンスタンで1326引いとけば、最後マンツモで同点トップですね、うん、おー、マンツモ、これはもう文句なし。こうなったらもう9ピンでいいじゃん、うん、うん、文句なしです、うん、うわっ、ありそう、いい位置だ。あ、これは結構めくれになるんじゃないか、うん、おっ、 E1 現物だから出ない。うん、うわっ、掴んだ。テンパター出る、出るね、うん、シャンポンにすることあるかな。いや、まあ点数上げにしてもおかしくないか。おかしくないよね、うん、あ、でもこれは無理だわ。無理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 。いや、これは無理です、うん、リーチ、ドラ、26、あ、残球か。親ですね。まあ、チータマ的には親に3球打ってもう1局あるんだったら、まあね、うん、子供に打つよりは良かったかもしれないね、うん、26打つよりはね、うん、マンツモマンツモでいいか、うんうん、マンツモマンツモで同点か、うんうんうん、同点トップですね。あ、なんか、なんかこれいいんじゃないの、これは。ドラが吐く。あ、こちらもいいですよ。渡辺さん、赤赤タツさんシャーチャーで、うん、そこそこ整ってる。あ、スピードあるよ、これ。あ、タツさん、これ上がりに行くか、うん、ね、あ、これ上がるの価値あるな、うん、結構
フィギュチャ。ただチータロさんはね、打点が欲しい。またたけさんとかも普通に上がりに行くかな。もうね、残りが6分ぐらいなんですよ。そうそうそう。だから結構その一曲一曲でトップ目に立っとくとかね、めっちゃ近くなっとくとかは結構価値ありそうですよ。大事ですね。うん、お、やっさん9ピン9ピン3ピン向かいましたね。ポンするか。うん、うん、行こう行こうね。ベンチに一枚切りの酸素を払ってきましたね。はい、一度ドラの箱は持ってきました。あ、吐く流れた。なんで今シャー切ってんだよ。一時のフラッシュ。あ、吐くです。持ち持ちだったんだ。なってたね。うーわ。うわ。きちー。きちーね。タツさん、これ…あ、これランソーチーだって。チーだって。テンパイじゃん。テンパイだって、うん、しかもチーピン切り3ピンマジ、うん、やべえな。嘘ぶち込んどく。キューワンパーマンって手もあるね。キューワンパーマンって手はあるね。チーは先打ってて、うん、今完了像チーのチー出しチーピンなんで、うん、キューワンパーマン両方当たんないですよ ね物理的に今の瞬間、うん、当たることは今の瞬間当たることは少なさそう、うん、お、降りてった降りてった。地獄の道に行きましたね。行きましたね。はい。まあ行くも地獄なんですけど。うん、行くも地獄、引くも地獄。地獄。こっから降りるのは結構勇気いるぜ。うん、あれ今とかがあるんだ。ああ、じゃあ結構行けるかもね。そうね。冷静、うん。冷静だわ。素晴らしいじゃないですか。うん、ああ、来たよ。テンパったよ、ヤスさん。行くか。これは行くでしょ。行こう行こう。レイチだ。知るか。知るか。俺はトップ取りに来てんだ。そうだよ。これチュンチュンね。チュンはドライ表ですからね。チュンチュンね。はい、いけるよ、うん、さあ、ジータロさん、知らんがな。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 お、テンパった。リーチだー。リーチだ。リーチだ。これは勝負どころだ。換算ピン対換算ピン対ウッパスト。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ熱いじゃん、うん、これ。タツさん、地獄。お前はなんてとこに足を踏み入れてしもうたんや。うわもう怖い。まあ、切るしかないけどさ。切るしかないよ。うん、知らんがなだよね。知らんよ。知らんよ。まあ、ペイは安牌だよ。そんなん知らんがな、ね。だって、曲がらないと終わるんだもん。うわぁ。うわぁ。一旦積もう。裏は乗らない。乗らじ。偽おる。偽おる。まだ。まだ。まだわからん。うん、多分次が最終曲ですね。最終曲っぽいね。最終曲っぽいね、うん。それがおそらく選手に伝えられている頃でしょう。うん、はい。今3分半ですよと。はい。またたびさんも満足の条件は残ったね。残ったね。うん。サツさんは6000点差から1200。うん。日本馬ですからね。はい。うん。静かに流すにはもってこいのハイパイ。あ、ドロドロだ。ドロドロ、お、これリーチして積もるだけの簡単な仕事よ。タツさんもドロ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 、うん、千二千二千いける、うん、いける。さあ、おそらくこれが最終曲になることでしょう。なるでしょうね。あれ、すげえ進んできたぞこれ、うん、あ、いいじゃない。あ、これはなんか逆転のテンパイは見れそうな感じしてきたな。ねえ、うん、あ、いいじゃんいいじゃん、うん、チートラソン、チータロソンもいいんだけどね。うん、羽つもで3着か。そうね、うん、あ、いたー、いや、しょうがない、うん、これ無理っすね。無理っす、無理っす、全然無理。やっさん、9番、うん、もう、なんかあんまりストレートに進める感じじゃないね、うん、ストレートに進めてもあれ、上がりなさそうだもんね、うん、ね、うん、結局なんかこういう時って誰かからリーチ来るまでの間に上がりきるみたいな感じだもんね、うんうん、
それは難しそうだもんな、やっぱ。鎮痛。鎮痛だ。行きましょう。行こう。行きましょう。お、スーワン動いたぞ。マタタビさん、タニオドラドラかヤクハイドラドラ。じゃあダメだ。ダメだ。漫画にしなきゃだ。もしくは、あと1分以内に上がる。ああ、それもあるね。うん。うん、まあ、リャンシャン店だからね、1分以内にしんどそうだけどね。もしくは、あ、てか、ダブナンだ。あ、ダブナンなんだ。ダブナンドラドラか、あ、ドラを、あんこにする、交通にするですね。ああ、スピード感考えると確かにありかもしれない ね、うん、これ、うん、もしくは道中赤を引くか、うんうんうん、4枚目のスーワンとか引きゃ四五郎の3色、単葉3色、ドラドラのルートもあるっていう ね、あ、いいですね。いいね。もう一気に鎮痛ですよ、もう、うん、どうだい。おー、これでチーピン引けば、チーピン引けば優勝です。優勝です。はい。え、で、パースを引けば、なんと、パースを引いて2着か。パースを引いて、今、5、6差だから2着。2着ですね。はい。うん、タツさんも行きたいもんね。行きたい行きたい。うん、これは、アーモ3、2、1。この曲で終了となりますので、もうみんな、おっと、あ、一緒に出た、やばいやばいやばい、ロッキーソート3層、ね、それ欲しかったやつ、欲しかったやつ、もう、な、仕方ない、行くしかない、うん、あれ、チーピン1枚いるのね。パーソはいないか。そうね。うん、おー、行くしかなしよ。行こう行こう。えいやえいや、取ったい。あ、三蔵が減っていく。あ、三蔵が減っていく。まあ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 、しょうがなしよ。三蔵最後それだけはダメ、それだけはダメ、それだけはダメなんだよ。なんということだ、なんでよ、なんでよ。さあ、ペン三蔵入ってロッキュス層のリーチをしてたら、うん、一発ツモは、うん、あ、まあ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 、まあね、で、トリプルツモとかわあ、ありそうだよね。メンピンツもいいペーコだもんね。うん、トップもあ、リーチだ。リーチだ。来たね。まあ、リーチでしょ、これ。もうリーチでしょ。あ、だから9-1、4飛びなんだって。あ、じゃあ、ダマでもいいか。いや、だけど、5-2を 5% じゃ足りなくね。あ、じゃあ、リーチだ。うん。あ、5-2を 5% になっちゃうね。確かに。ね。リーチじゃないんですか？リーチじゃないんですか？じゃあ、あ、お、あ、お、あ、あ、これは、いやいや、チーマン逃げれ、パワーワンさん切れ、うん、あ、これでも今のさ、空切りリーチしたら6球ワンとはあんまり思わんのじゃない、うん、いや、で空切りリーチってただ変だけどね確かにねどういうことってなってよね。負けとく、もう曲げとく？あ、あ、どうする？ポンか、ポンか、ロンか、そうね、やむなし。ポンスってさ、うん、ドラを打ってきた想像の鎮痛の人に何切んのって話確かにねえ、いらなかったです、ね、終了終了あれ、あれもう一曲やる、やる、もう一曲やんの、もう一曲っぽいね、これプラス1だね、プラス1っぽいね。あれさっきってさっきオーラスだったから、オーラスだったか、うん、あ、そういうことで、プラス1だね、プラス1曲だ。あ、じゃあじゃあ、うん、まだ、え、めっちゃすごいオーラスじゃん、これすごいオーラスだね、うん、もう一曲楽しめますよ、楽しめますね、はい、楽しめるドンもう一曲遊べるドン遊べるドン
まさたびさんは、これは本当に最終曲だと思うので、うん、日給だと足りない、うん、サンキューあったらいいな、うん、1000ゴールでも OK。 あと、タツさんは6000点差、1326ですね。はい、はい、タツです。タツです。どうもあのタツです。どうする？ドラが言いそうなんだよね。おー、でも言いそう切っちゃう？お、キューピンね、重なりとか見ますか？だから仕掛けて言いそう、嘘両方使うのむずいよね。両方はね、てか、これやばくね？え？ちょっと待って、チータロさんは、バイツモはラスのままだけど、トリプルを積もるとトリプルツモは2着までいくね、うん、リーズを本いついついペコドラウラウラ、うん、あるよ、ね、トリプルツモあるよ。あれ、なんだこれ、なんだこれ。どうしたどうしたどうした。ちょっと通販庫はやりすぎよ、ね、うん、通販庫までいらないよ。通販庫じゃやりすぎだからね、うん、1326でいいんだよ。いいんだからね。パーピンかも。パーピンだね。でね、うん、数ピン引きあんま意味ないもんね。で、1326だから。あれ、あ、メホチートイのルートも。リーズもメホチートイ、オモモウラウラもトリプルです。はい。あ、そっちに決めたわ。そっちにした。なんなら、もう。ハツが山にいるからだ。そういうことか。うん。これはいそうか。だってリーチチートイでもいいんだもんね。いい、うん、大丈夫、 4% でも OK だからね。これはいそでも、うん、これいそでしょ。吐く泣かない前提でね、うん、ね、うん、いそでいいと思います。いそでいい。あ、違う、よよよよ、ん、あ、違う違う、切ったやつ。あ、いやいやいや、だけどそれはいらないんだよね。お、リーズモナン、ホンイツ、チャンタ、イペコ、ドラ、ウラ、ウラ、ウラ位置で良くなりましたよ。三蔵引きのルート。力強すぎんだろ、うん、すごいな、うん、え、これちょっと見たいな。見たいね。見たい、それ見たい。それ見たい。三蔵いるんじゃないのこれ。三蔵いる。三蔵全山じゃない。全山、これ振り手残すか。残すか。いやだけどさ、パーピン引きはやっぱあんま意味ないからさ。あ、そうね、ウーピン2枚が増えるってだけか。うん、え、これ三層全山じゃん。4山あ、でもハツが切れちゃったな。ハツ、うん、が2枚切れちゃった。うん、どうだい。うわ、えらいことなってるじゃん。あい、あいち、いや、でももうチーム切っちゃったから、か切っちゃったからね。違う。うわ、おテンパイか。あれ、あれテンパイだよね。テンパイだね。ローオンチームテンパイですけどね。あれ、イーソー来たよ。あれ、どうすんのこれ。あ、ハク2枚切れ、ハクか。じゃあこれはハクハクやな。ハクハクや。これでパワーお借りでも良くなったね。うん、もう嘘先切れですか。嘘握れ、ね、てか、またたびさんの欲しいリャムパーピンとウッパーオンをバリガメてる。あれ、これ数学校になっちゃったよ。数学校になったね。ねえ、グレードアップしすぎじゃない。やっさんドラ打っていく。やっさんも脳天にできないんだよね。そうだよね。一人脳天とかだとまくられるんだよね。お、ブクブクするか。まあ、ブクるんじゃない。まあ、するよね。ね、これブクっといて、ウッパンを引いて3ピン切れば振り点じゃない。そうね。あ、ごめんなさい、なんでもないです。振り点でした。パーピンが振り点でした。あ、パーピン切ってんだ。うん。お、うん、うん、おうおう、うん、気づいたか、リャンワンでテンパイやったことに。あれリンパし直すと、あれは、うわぁ、なんだこれ、なんじゃこりゃ。本して対応と言って取られちゃ OK だ。うん、
ポンカ。あ、ポンカ。うん、カンチーソ。カンチー。このポンで。うわぁ。これはリーチだな。うん。あら。曲げ遠くは、スッチーピンできるわ。ね。スッチーピンじゃん、これ。スッチーピンだね。うん。スッチーピンリーチですよ、これは。上がる上がらん考えてるか。うん。まあ、田辺さん、確かにリーチすることによって、タツさんが条件を、うん、確かにね。緩和されて、それで上がられるパターンがあるか。うん。っていう闇点かもしれないね。これはスッチーピンじゃない？もう絶対条件クリアするって人はローピン切りリーチか。いや、絶対条件クリアしたいんだったら3ピン切りリーチのツモ戦じゃね。あ、そっか、そっちか。ね、そっちだね。うん、パーピン、もう行こう。それ論なんや、フリテンやけど。確かに。うん。どうや？ああ、それ、横。うわ、それ欲しい。あ、違う。ギャヒー。あ、そうか、あの山荘でロンの未来もあったんだね。リーチ、うん、メンホン、イッツ、イッペーコ、ドラ、ドラ、バイマンか。うん。3万ですって、うん、これもう無理じゃない？いや無理だけどさ、降りれなくない？あ、本当だ、うん、だってさ、全員テンパイもダメなんでしょ。確かに、なんかテンパイっぽいじゃん、あの人も、うん、なんか酸素、酸素、うん、酸素ってか、あれ、あ、テンパイ通らない、うん、あくまでスワンコだけよ、あくまでスワンコだけよ。もう3万通ったから3万しますか、うん。おすごい。いや、だってさ、これね、全員天体でもおかしくないって思っちゃうの。ああ、上がりきったね。やっさん、これナイスブッシュだね。ナイスブッシュ。いや、これプッシュしないとさ、うん、次で積もられてるかもしんないよ。そうだね。うん。どっちに積もる？見て。待って、小さくまだおった。ちゃんと見てくれますよ。ね、じゃどうせなら全部見せてほしかったな。あそこに隠れてるやつ気になるよね。やっさん、優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ナイスプッシュでした。ナイスプッシュ。ね、あの、で、2人、なんだろうね、あの、全員テンパイじゃなくて、うん、あの、仮にちーたろうさんが脳天だったとしても、同点トップだからね。そうね、うん。やっぱり単独トップが欲しかったっていうことですかね。はい、ナイスプッシュでした。ナイスプッシュ。というわけで、はい、2回戦が終了しましたね。はい、優勝はヤッサン。ヤッサンでございました。おめでとうございました。ありがとうございました。はい、OK です。はい。はい。行きましょうか。はい。あ、まだあります？ん？なんか、なんだ？え、何がある？何かが。まあなんか。やってるだけじゃない、練習してるだけじゃない。うん、ここは多分ね、関係ない、関係なさそうですね。はい、うんうんうん。